ザブジュダー、ザブジュダー、ザーブジュダー。1977年10月27日隊は、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。本名は、ザブディエルジュダー、ザブディルジュダー。ニューヨーク州ニューヨークシブルクリン出身。黒人だが経験な、ユダヤ教徒であり、ダビデの星をあしらったトランクスで試合に登場している。元 IBF 世界、スーパーライト級王者。 元 WBO 世界、スーパーライト級王者。元、抜群の反応とハンドスピードが武器のオールラウンダー。スーパーの異名を持つスピードスター。好不調の波が激しいが、好調時には、フロイド・メイウェザー・ジュニアや、コンスタンチン・チュー、ミゲール・コットを翻弄するなどの強さを見せる。鋭いカミソリのような左ストレートに加え、左アッパー、右フックなどのカウンターも、 得意としている。1977年に、ブルックリンで生まれ、彼の父親のヨエルジダーの手ほどきでボクシングを始めた。アマチュア時代の戦績は115戦110勝。1996年9月20日、18歳で、プロデビュー。順調に勝利を、重ね1998年6月7日に、スーバ、全米スーパーライト級暫定王座を獲得した。 1999年1月16日には IBF 世界スーパーライト級暫定王座を獲得し2000年2月12日のヤンベルグマン南アフリカとの王座決定戦で正規王者の地位についた初防衛戦では当時無敗のジュニアウィッターイギリスを12回判定勝ちで退け初防衛に成功したその後王座を4度防衛する2001年11月3日 当時のコンスタンチン中、ロシアと WBAWBCIBF 世界スーパーライト級王座統一戦を行うが2回 TKO で敗れてしまう。しかもストップに納得のいかないジュダーは試合後にリフェリーの J ネイディに掴みかかりリングを降りる際には椅子を投げつけた。このことでネバダ州アスレチックコミッションから罰金7万5000ドルと6。 二ヶ月の出場停止処分を受けた。2003年7月12日、WBO 世界スーパーライト級王者でマーカス、コーリー、アメリカ合衆国を判定で破り、王座獲得に成功した。同王座を一度防衛した後、階級を上げるために返上した。2004年4月10日、階級をウェルター級に上げて、コーリースピンクス、アメリカ合衆国に挑戦するが、 12回判定で、破れる。2004年5月15日、ラファエル・ピネダを破って、空位の WBO インターコンチネンタル王座を獲得。2005年2月5日、WBA ・ WBC ・ IBF 世界ウェルター級王者コーリン・スピンクスに、再戦を挑み、9回 TKO で勝ちで3団体、統一王座を獲得した。2006年1月7日、 WBA WBC IBF 王座をかけて、カルロス・バルドミールと防衛戦を行ったが、まさかの判定負けを喫した。ところが、試合後に勝ったバルドミールが WBC 以外には、タイトル承認の支払いを拒否したため、この試合は WBC のみのタイトルマッチということになった。ウェルター級のリミット内での敗戦のため WBA 王座は剥奪されたが、IBF 王座は、 ジュダーの手元に残った。2006年4月8日、IBF 王座をかけて、フロイド・メイウェザー・ジュニア、アメリカ合衆国と対戦したが、判定負けを喫して王座から陥落した。この試合は、メイウェザーを大いに苦しめた試合となりその点は、専門家にも評価された。2R にメイウェザーから、幻のダウンを奪っている。レフェリーはダウンを取らなかったが、映像では明らかにグローブが、 リングについていたことが分かり、実質ダウンだった。また、10R には、ジュダーが、メイウェザーにローブローを放ってしまった後、体勢を崩している、メイウェザーへ、さらに、パンチを繰り出したところ、誤って後頭部への反則だ、ラビットパンチになってしまい、メイウェザーのおじで、チーフセコンドを務めるロジャー・イウェザーが怒って、リングに入り、両陣営入り乱れての乱闘へ発展した。その後、 乱闘は関係者と警備員に止められ、約5分後に試合が再開された。2007年6月9日、WBA 世界ウェルター級王者ミゲイルこと、プエルトリコに挑戦する。得意の左でコットを苦しめたが、1回、3回にコットのローブローを受けて、ジュダーの攻撃は寸断され、11回 TKO で、敗れて、王座獲得はならなかった。 これで無効試合を挟んで三連敗となった。二千七年十一月三日、アイビ c 世界スーパーライト級王座決定戦で、ライアン・デイビス、アメリカ合衆国と対戦し、三から零百十九から百九百九百十八から百十の判定勝ちで王座を獲得した。二千八年八月二日、IBF 世界ウェルター級王座決定戦で、ジョシュア・クロッティ、 ガーナと対戦。9回負傷判定負けを喫し,し、王座帰り先に失敗した。その後、約1年ほど試合から遠ざかる。2010年7月16日、元 WBC 世界ライト級暫定王者、ホセアルマンド・サンタ・クルス、メキシコと対戦し3回 TKO 勝ちを収めた。2010年11月6日、ルーカス・マティセイ、アルゼンチンと、 IBF 王座と WBO 王座の挑戦者、決定戦で対戦し、10回にダウンを奪われるも2から、1、114から113、114から113、113から114の判定勝ちで王座挑戦権を獲得した。2011年3月5日、階級をスーパーライト級に戻して、世界再挑戦、空位となっていた。 IBF 世界スーパーライト級王座を、カイザーマブザ、南アフリカと争い、5回にダウンを奪われるも7回に、ダウンを奪い返しての TKO 価値を収めて、およそ6年ぶりの世界王座返り先を果たした。2011年7月23日、ラスベガスにて、WBA 世界スーパーライト級王者ミール・カーン、イギリスと対戦し、序盤から、 カーンのスピードについていけず5回終盤にカーンの右ボディを受けダウン。そのまま10カウント KO 負けをキッ王座から陥落した。2012年3月24日、バーノンパリス、アメリカ合衆国と IBF 世界スーパーライト級挑戦者決定戦を行い、9回 TKO 勝ちで挑戦権を獲得した。2013年4月27日、 ニューヨークブルックリンのバークレイズセンターにて、WBA スーパー WBC 世界、スーパーライト級王者ダニー・ガルシア、アメリカが死州国と対戦し8回にダウンを奪われも、試合後半には逆転を狙い懸命に反撃し挽回するが、0から3、112から114、112から115、111から116の判定負けを決勝座の獲得に失敗した。 2013年12月7日、バークレイズセンターにて、デボン・アレクサンダーと対戦する予定だったが、大会試合として、元 WBA 世界ウェルター級王者、ポール・マリナッチとナブフ、北米ウェルター級王座決戦で対戦し、0から3の12回判定で敗れた。2015年9月10日、ニューヨークでヘビソン・ヘレラと復帰戦を行う予定だったが、 試合前日の計量時に乱闘を起こし、ヘレラを負傷させてしまい試合中止となった。2015年11月13日、ザディー・ラスベガスで、フアン・カルロス・サルガドと対戦が決まるが、サルガドが負傷して、中止となった。2016年3月12日、ネバダ州・ラスベガスで、女子トーレスと対戦が決まるが、ジュダーがライセンス申請の書類に、 子供の養育費が未払いであることを隠すために、虚偽の記述をしたとして、コミッシンが試合出場を認めず中止となった。2016年7月26日、妻への家庭内暴力容疑で逮捕された。ジュダーは容疑を否定したが、妻は酔っ払ったジュダーに顔面を床に叩きつけられたと主張した。また、ジュダーには1月に女性に暴力を振るった際に、 相手の女性に偽名を伝えていた疑惑が女性が証拠を残すために録画をしていた動画から浮上した。2016年11月17日、妻への家庭内暴力事件で有罪が確定し、2014年に起こした飲酒運転の執行猶予期間中だったことで、罪が重くなり、刑務所に収監されることになった。2017年1月21日、 約3年ぶりの試合をニュージャージー州でホルヘ・ムンデュアと対戦し2回 TKO 勝利を収めた。2017年9月1日、養育費の累積した未払い額が12万ドル以上になり、懲役3ヶ月の判決を受けた。ジュダーが養育費を払うことができないと主張したところ、裁判所は10%分の支払いを要求したが、ジュダーがそれも支払えなかったことで、 懲役刑が下された。2017年12月5日、ジュダーガーアシスタント看護師の資格を取得して、地方症やアルツハイマー病の高齢者向け、デイケア施設で働いていることが報じられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。